はい、皆さんこんにちは。こんにちは。CJ トークの時間がやってまいりました。今日はですね、ギャルに大人気のアーティスト小林由美ちゃんに来てもらいました。ありがとうございます。お邪魔してます。コロナ禍でお店が開けられない時に、はい、うん、この小林由美が大量の受注をですね、インスタグラマーから受注しまして、その大半がなぜかギャルだったっていう。そうですね。今日はね、なんかその秘訣をね、聞いてみたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。そもそもね、はい、なんでギャルに支持されるんだと思います？そうですね、うん、多分なんですけど、結構私もともとギャルをやってて。ギャルだった？そうですね。もう巻き髪とかもエクステとかもグリングリンにしてた時代があって、でメイクとかもバチバチに、もうカラコンとメイクともう露出系の感じで頑張ってやってた時代があったので、結構その時からギャルの気持ちがだから分かるんじゃないかなって個人的に勝手に思ってて、ギャルの好きなものが何なのかっていうのが分かる。そうですね、うん。なんでギャルに憧れたんですか？はい、そうですね、多分昔から私倖田來未ちゃんがすごく好きで。倖田來未ちゃんね。はい、倖田來未ちゃんって、ね、キューティーハニーの時代からすごいじゃないですか、はい、うん、もう衣装とかもライブとかの演出とかもすごいこだわってて、うん、もうキラキラしてエロかっこいいって言われてましたけど、うん、その時代からすごい憧れてました、はい、そうですね。ギャルのお客さんはどんなのが好きなんですか？はいはい、そうですね、多分なんですけど、これはこれが好きっていうのは明確にははっきり言えないんですけど、私の注文の中で一番確率が多いのは海注文が多いです、ね、確かに海背景の絵よく描いてる印象がありますね。一時期インスタグラマが海で埋まったことがあって、ページが、自然となんか海の背景で描いてくださいって方が多い気がしますね。集まってくる気がしますね、うん、どんな風に海描くと喜ばれる？そうですね、うん、ただ海の背景を描けばいいってわけじゃないんですよね、うん、海もキラキラしなくちゃいけないし、キラキラそう、ヤシの木と、うん、海の背景だけじゃなくて、うん、それに虹があったらよりカラフルで、うん、ギャルも好むと思うんですよね。明るい可愛らしい感じがいいんだ。そうですね、とにかくギャルはカラフルとキラキラと、カラフルとキラキラ派手なものが好きだと思います。その巻き髪とか爪とか、うんうんうん、あとまつげは、はい、しっかり描くようにはしてますね。はい、そのギャルって結構髪の毛巻く時も、うん、その緩さとかその太さとか、うん、バランスとかもすごい気にするんですよ。あとはもう、メイクする時もまつげとかその隣の一本がどれだけの束感でどれだけバランスがいいかっていうのもこだわるので。なるほどね。そういうところはしっかり描いてるのと、爪もそうですね、ただのピンクじゃダメで、そのくすんだピンクがこだわりですとか言わないんですけど、うん、でもそれが分かるのでそこはしっかり、そうですね、描くようにはしてますね。なんかこうみんなが顔に集中しすぎちゃって、はい、あとはしょっちゃうようなディテールが大事なんだね。そうですね、ディテールはかなり大事だと思います。漏れるディテールを大切に描くと、はい、あとバランスと、バランス、あとその色の配置とかキラキラしてとにかく派手なものが、はい、確かにね、そういうのちゃんと書いてあげたら喜ぶかもしれない。そうだと、はい、そう信じてます私は、はい、どんなお客さんが注文に来るんですか？あ、そうですね、うん、インスタグラムとかにメッセージいただくのは、うん、やっぱり彼氏さんがすごく大好きな彼女さんが、うんうん、多いですね、うん、やっぱり、やっぱ言葉ではおっしゃらないんですけど、うん、その
彼氏さんの好きなバイク、うん、例えばハンドルだけカスタムしてるんで、うん、そこをしっかり書いていただけますかとか、うん、そういう思いがすごく伝わってくるので、うん、やっぱりすごく彼氏さんのことが大好きなんだなっていうふうに、ん、思って一生懸命書くようにはしてますね、うん、皆さんバイクとか車とかって、多分絵描く人とかは皆さん分かると思うんですけど、女の子って小さい頃って漫画とかしか描かないんですよ、うん、目とか描いたりキラキラした可愛いものしか描かなくて、うん、私もともとバイクとか車って描けなかったんですよね、うん、でもそういうふうにこの会社に入ってそういうご注文いただくことでやっぱバイクとか車とかがだんだん描けるようになって、うん、でここは空町スカイツリーのふもとに今いるんですけど、はい、実はいいところに、ね、紹介遅れましたけどスカイツリー、はい、空町店店長、はい、店長させていただいてます小林です。ここに来れば小林に会えると。はい、ぜひぜひスカイツリーへ遊びに来てください。はい、お待ちしております。小林由美さんでした、はい、ありがとうございます。お疲れさん、ありがとうございます。